悲しいかな。あんなに否定したのに松潤のニュースでやっぱり噂になる井上真央。5月16日、嵐、松本潤が今月末をもってスタートエンターテイメント社を退所し、独立することを発表した。嵐としてのエージェント契約は継続するが、個人としては独立の道を選ぶ。嵐としては、4月にメンバー5人での合同会社を設立。解散の不安もないことから、X ではファンからの応援の声が相次いだ。そして今回の独立を受け、松本の結婚の行方を憂う声もある。そこで名前が挙がってしまうのが、やはり長年お相手として噂されてきた女優、井上真央。井上は、今年1月に出演したさんまのまんまにて、ネットでは何回も結婚仕掛けてるんですけど、と自虐しつつ、否定をしないと肯定と思われちゃう。よくおめでとうとは言われるんですけど、本当に何もないんです。ときっぱり結婚説を否定していた。しかし事務所のホームページもなく、SNS もやらない井上の動向が全く不明で、あえてミステリアスな状況を続けることで、どうしたんだ、という声が上がるのを楽しんでいるのかもしれません。だとしても、松本との結婚の可能性がゼロになったのだとしたら、30代後半になった井上の新たな恋がどうなるのか、吹っ切れた井上の演技を見ることができるのは、いつのことか、私生活の動きとともに注目だ。